銀行強盗行きます。行きましょう。いや銀行ないですよこの辺。バカにした。銀行バリバリあります。あやべ、松田さんです。今日ガイドしてもらう。あよろしくお願いします。あ、ウエスト見てます。あ、明日もはい、とりあえず今日は鳴らせ程度の感じで。で、バス釣りですか。いや、銀行ごとです。おとといスキー行ったまんまの感じで来ました。そういうの行ってたの。あ、唯一一般の方が帰ってきました。で、僕らだけになりますね、これ入れ替わりで。やったね。寒いっす。想像したら寒いっす。そうそう、あれっすか。これで、高いや絶対落ちんなよ。あーもうこの気温でその振りはまずいって。じゃあ行きましょうか。はい、マジで最高じゃんこのロケーション。これが最強なんですか。いやこんな楽に降りれて、こんな僕らも過酷なところ行ってるから。こんな寒くているっすか。魚、魚はだってどこにも行けないんだよ。あーそうか。犬飼さんの釣りファッションを紹介できますね。釣りファッション、はい、今日はもうファッション関係なしに、はい、とにかくあったかいもの家にあるあったかいものを持ってきました。なるほど。でも似合うよやっぱ。本当ですね。これホワイトマウンテンリアリングのブーツです。へぇ、コータドーレの、はい、日本のをデザインしてくれてる相澤さんのブランドです。あ、そうなんですか、ね、はい、かっけーと思いました。過酷な道でも行けるやつ。これもどこでもなんでも街も行けます。なるほど。アブガリシャですか。アブガリシャのかっこいい釣りのメーカーのライン、はい、釣り具メーカー結構いいですよね、ま、だってあのシマノでさえ出してますからね最近アパレルを、はい、やっぱかっこよく釣りをしようっていう。上下ってことですか。そうですね、セットアップですね。これはあったかいやつです、はいはい、とにかくこれはノンネイティブですかね。ノンネイティブ、ネイティブです。いやかっこいいっすわ。West West。難易度高すぎる。うわ、あ、そうなんですか。いや、これはね、動かし方だわ、あとは。あ、そうなんですね。うん、これすごいよ、すごい釣りだ。すごい壊したもん。壊しましたね。ではね、入れてみましょう。他のやつもちょっとブラインドで入れてみながら、こう、ボトムをしっかり感じつつ、いきましょう。この縦が深さで、が 22m ライン、はい、でこの高さが、まあ、トップが16、14ぐらいに差し木がありますっていう感じ。赤いのが何かですね。これがまあ岩盤であったり差し木であったり。大吾さんは何も教えてくれないし、一緒に行っても何も教えてくれないし。うわうわやば、あれほんますげえ急に出る出る出る、すげえ、やばいやばいやばい、うわ潜られてる、巻かれてる、うわ、これでも魚魚これゴリゴリな、なってた、ゴリゴリ、あ出た出た出た、やばいマジ、マジダメです、でっか、うわすごい、やばいやばい、でっかい、やばい、でっかい、でっか、でっかいこれ。これすごい、すごい、いやー当然でしょ、うわー、ね、よし帰ろう帰ろうもうウエスト並んでいいですか。ウエストもちろんもちろん、いやーすごい、ウエスト、ウエスト、鍛えられます。何の映像ですか。うそ、来てる来てる、マジガチゆっくり、ガチでやばいよこれガチ、ちょっとゆっくりか、いや、そこでなじませながらバレるかなじませるかどうかですけど、そんなでかくないんじゃない。いや、全然いい、うおーじゃない、すげーやばいすげキャロ、あ、キャロやったんですね。キャロです、でもうわ元気や、です、
ないないないっす、マジないっす。また OSP です。やば、 OSP じゃないかこれ。 OSP です。 OSP だこれ。ね、釣れるんですよ。何ですか OSP？ HP シャッドテール。 HP シャッドテールだよ。すごっ。うさっきよりちょっとちっちゃいです。ちっちゃいです。細いし大騒ぎ。もう釣れたらもういや、そりゃそうっすよ。いいね、赤い橋も見えてかっこいい。いや、びっくりする。本当っすか。カメラマン、おーい、見る、それ YouTube いいっす。かっこよすぎ。ちょっと今日大丈夫かな。乗ってますね。いやー、やばい。スリップ事故あげない。お前も一緒だな。大工さんのせいで。こよー。だけ釣り上手くても釣れるもんじゃないっすね。ないっす、ないっす。本当にないっす。うまい、下手な問題じゃないっすね、多分。持ってるか持ってないか。一番大事。よっしゃ。この看板がちょっと垂直にトーンとしてて、リーフが近くにあって、その上に、めっちゃでっかいタイプコール。最後ですかね、時間的にやりきりましょう。いや、いいわ、自然を浴びる。いや、素晴らしいです。素晴らしいですな、これは。これは素晴らしい。雪やむといいっすね。最高。はい、いい YouTube だ。うん、東京に住んでる自分たちがいいと思う YouTube は伸びないっていうね。なんで、来ていただくのが一番ですよ。ありがとう。今のところも大吾さんと釣りって結構何日で釣れてますか。そうだね、最初のなんか最初はもうふざけじゃない、川崎かどっかでやったあの海釣りだけで釣れなかった、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと減りました。来るわ、強力なはぁゲットが。社長ですね。社長がとりあえずあれですか、そしたら泊まるとこ寄ったんですか。そうだね。飯だ、飯。シャー、すいません、何から何まで。全然いいです、好きなんで。うわー、すごい感じですよ。ということで、夜はバーベキューです。そうですね、めちゃくちゃ寒いですけど、はい、これも修行です。まあ、釣りもね、はい、まさかの2匹釣れて。そうですね。あの、通行止めで、はい、小野さんが来れてなかったんですけど、やっと合流できましたので。そうですね、ジャッカルというメーカーの、釣り人なら誰でも知ってるんですけど、はい、社長さんです。ジャッカルの小野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日は一緒に釣りさせてもらうんで、はい、承知いたしました。慣れてますもんね。そう、手さばきがですよね。いい感じっすよね。高さといい、食べましょう。WEST WEST 思いますね、本当に。いただきます。いただきます。どうっすか。うまい。うまい。うまいっすか。うまい。うまいの。肉がいい。うえー、うわーわー、肉がいい。うわ、シェフもいい。肉焼いただけでシェフって呼んでくれるんですか。そうですよ、大吾さんでもうシェフになっちゃうから。僕の料理はすごかったですよ、うん、韓国、韓国人に韓国料理振る舞った。振る舞ったんで、死にたくないって言われましたよ。もう死にたくないって言われた。あれ、おさださんね、ボケたら出品しろよ。死にたくないと。オリジナリティは出しましたよね。うん、いかんなく本当にうまい。いけそうじゃない。いや、いけます、いけます。待って、もう任せてください。どうぞ。寒いから。はい、また明日。またまた明日。はい、ありがとうございました、お二人。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。うわ、熱い。これは。